今日はマンチェスターユナイテッドとしてデビューできてすごく嬉しかったです。またチームとしてもしっかり勝てたので良かったかなと思います。次の試合もすごい楽しみなのでチームとしてもしっかり勝って個人としても点が取れるように頑張ります。